テクノポップユニットパフュームが29日放送のフジテレビ系、誰かと中井、日曜59、0にゲスト出演し、恋愛事情について語った。この日は同じくゲストで登場した歌手の木村カエラ、MC の中井正宏、室津義でクロストーク。木村の子育てについてトークが展開すると、中井がパフューム3人に、皆さん未婚と質問。 これに三人生を揃えて、未婚ですと頷くと木村が、結婚はしたいのと尋ねた。するとあーちゃんは、結婚してもいいししなくてもしいいしと答えた上で、三人ともタイプが全然違うんですよ、見た目も。ノッチが好きになる人は、自分は、全然好きじゃない。ラブにはならない。ライクではあるし尊敬はあるけど、と淡々と語り、共演者は大笑い。 これに中井が、でもあの人いいねっていう人は被らないのともう一度聞くとあーちゃんは全然被らない。だから貸しゆかが好きな人とかも全然好きじゃない。だからみんな別です。その人いいなとも思わないので、それが長くグループを続けられてる理由でもあると思う。ぶつからない、絶対取り合わないし、と明かし、共演者を驚かせた。